お疲れ様です。突然なんですけど、ちょっとこの距離計をここから使っていただいてもいいですか？はい、これあのニコンのクールショットプロストビライズっていう新しいやつですか？そうです、クールショットシリーズの一番上のものです。実際に使ってみて、お二人の感想をお聞きしたいです。はい、はい、お願いします。ここね、ロングで右ずっと OB、 あ、池が OB。 そう、バーディーチャンスにつきやすいと思うので。普段から距離計って使ってます？普段距離計絶対使ってます。試合じゃなくても？試合じゃなくても。前のニコンはすごい重かったんですけど、これだったらポケットに入れてても全然気にならないです。自分手がちっちゃいんで、ジュニアの子たちも多分使いやすいと思います。めっちゃ測りやすいし、なんか画面が綺麗なんですごい見やすいです。ああ、確かにブレないですね、手ブレが。一回68、大丈夫。ちょうど手前にバンカーがあるじゃないですか、ああいう時って距離計の使い方ってどうなんですか？バンカーの縁のところに当てて、何ヤード飛べば行くのかなみたいな、その時にも絶対必要です。それでバンカー使うんですか？そうです、うん、今バンカーだったけどお疲れ様でした。お疲れ様です。実際に使ってみてどうでしたか？前のよりも軽くなっていたので、機能もいっぱいでとても使いやすかったです。すごい軽いですし、小さくし、見やすいし、距離もすごい正確なんで、競技向けの人も使えるし、普通にアマチュアでゴルフやってる方もすごい使いやすいなって思いました。使ってみてスコアに差が出たりしますか？めちゃめちゃ良くなりました。そう、細かくいろんなハザードとかも測れるので、そういう点ではやっぱ攻め方とかすごい変わったなって思います。では明日の試合も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ニコンクールショットプロスタビライズド。